皆さん、こんにちは。飯野陽介です。いつもワンオンワンウェビナーを行いいただきありがとうございます。このウェビナーでは、社内ワンオンワンをとりわけ部下の立場からどうやって受けたらいいんだろうか、どんな準備をしたらいいんだろうか、そんなことに役立つ情報をお伝えしています。ご参考になれば幸いです。今回のテーマ、こちら。素直に聞き入れようというテーマで、今回から前後編2回に分けてお送りします。今回のシリーズに共通するテーマはこちらです。他者からの助言に心を開き、時には苦言すらも成長の糧にしていこうっていう、こんなテーマが前後編に共通したテーマです。これまでにもフィードバックを得ようとか、耳の痛いことを言われた時とかっていうテーマについてお話をしてきました。別の動画がありますんで、できればね、そちらもご参照いただければと思うんです。今回のお話はその姉妹編と思ってもらえればと思います。今回もとある参考文献に沿って内容を整理していきたいと思います。というわけで、今回は素直に聞き入れようというお題で前後編2回のシリーズです。前編となる今回はこちら、助言を得る心構えということでお話をしたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今回のこの助言を得る心構えなんですが、今回のお話はこの2つです。助言を受けることはストレスなのかっていう、ちょっとそもそも論、ストレスっていうことと助言っていう関係と、あと助言と成長っていう、この2つです。まず一つ目ですね。助言を受けることはストレスなんだろうかっていうお話です。あなたもね、もしかしたらこう助言を受けるとか、なんかアドバイスをもらう、あるいは指摘を受ける、フィードバックを受けるなんていうことをストレスに感じてしまうっていう人もいらっしゃるかもしれません。僕も正直、大なり小なり、やっぱりそこにはストレスっていうものを感じるかなというふうに思います。で、これは、もうある意味これなんですよね。誰にとってもストレスなんですっていうところを、ある意味素直に受け入れるっていうかな、自分だけじゃないっていうことですね。こういう状況に置かれるとストレスを感じてしまうのは、何か自分に固有のことなんじゃないだろうか。いえいえ、そんなことないですよ。誰だってみんなそうなんですよっていうことですよね。なので、あまりこう、ストレスを感じてしまう自分みたいなものに、こう、意識を向けないと言いますかね、ストレスを感じてしまってはいけないわけではなくて、ストレスを感じてはいけないって思ってることが問題っていう、そんな感じでございましょうか。ということなんで、誰にとってもストレスである以上、自分がストレスを感じたってそんなもんだよっていうことですね。そんなストレスを感じている自分をまずは受け入れましょうっていう、なんかそこからこのストレスとの付き合い方っていうのが始まるのかなというふうに思います。何かこうストレスを感じてはいけないとかね、ストレスにもっと強くなろう、打ち勝てる自分になろうみたいな、こうちょっと力んだ感じっていうんでしょうか、そういうのになると、なんかなかなかかえってね、ストレスとの付き合い方っていうのがうまくなくなるなっていう感じはします。まずストレスは感じて当たり前だ、そんなストレスを感じている自分をまずそのまま受け入れましょうっていうことですね。で、このストレスっていうことに関しては、時々こんなことをね、言われたりします。ファイトはフライトっていうね、要するに戦うか、フライトっていうのはこう飛ぶっていうことですけど、ここでは逃げるっていう意味ですね。戦うか逃げるかっていうことですね。逃走かっていう、まさに日本語でもね、逃走、ちょうど韻を踏んでますけど、英語でもファイトはフライトっていう言葉があって、何かギャーってなった時に、特に野生動物なんかそうなんですけど、うわっ天敵がなんか目の前に来たって現れた時に戦うか逃げるか、さっとなんか瞬時に判断するっていうことをするんですけれども、ここでストレスとどう向き合うかみたいな、ストレスをどうコントロールしていくかみたいなことで言うと、これですね、成長意欲と闘争っていうね、避ける、忌避とここでは書いてありますよ。成長意欲が勝つか、それとも逃げたい避けたいっていう、こう意志が、気持ちが勝つかっていう、このなんか2つのバランスかなっていう、なんかこんな視点をね、持ってもらうといいのかななんていうふうに思います。で、これですよ。成長意欲よりも、忌避の方が、避けたいという気持ちの方が強ければ、助言は無視してしまうとか、あるいは助言をそもそも聞かないみたいな、そういう機会自体を避けるっていうことになりますよね。他方で、忌避、避けたいっていう気持ちよりも、成長意欲の方が上回っていれば、大きければ、助言を受け入れて、何かここから学ぼう、改善につなげようっていうふうに思うことができるっていうことですよね。なんかこういう成長意欲対忌避っていう、この対比関係っていうのかな。なんかそういうのを一つ、こう自分の中に
持ってもらえるといいんじゃないかな、助言を受けて、なんかドキッとした、なんか胸がキュンとしたみたいな時には、こんなことをね、ちょっと思い出してもらえればな、なんていうふうに思います。で、じゃあどうしようっていう話なんです。成長意欲と忌避っていう、あ、この両者だなっていうんであれば、一つには成長意欲を高めていくっていうことと、もう一つは忌避の考え方をこうなるべくこう下げていくっていうような、そうすることによって成長意欲の方を相対的に大きくしていくっていうのが、まあ誰でも思いつくと思うんですが、ここです。忌避っていうのはこう、ついつい避けてしまう、逃げてしまうっていうのは、もちろん意思の問題もあるんですけど、性格の問題っていうのもまあ少なからずある。なんていうふうに言われています。なので、この忌避の問題っていうものに、意志の力で立ち向かおうとしても、実はなかなか限界があったり、うまくいかなかったりしてしまうことがあります。なので、むしろ、本で書いてあったおすすめはこちらですね。成長意欲の方を高めていく。ここは意志を持って、意欲を持ってまさに高めていこうという、なんかそんなやり方の方がおすすめですよということが本の中に書いてありました。ということで、ここの、あとは、じゃあ、成長意欲っていうことについてね、助言と成長ということについてお話を進めていきたいと思います。で、成長と助言っていう、助言と成長ということですけれども、これ何度か、このウェビナーのシリーズの中でもお話ししてますけれども、ジョハリの窓というやつですね。本人が気づいている、気づいてない。他人が気づいている、気づいてないっていうんで、こういうマス目をつけましたっていうことで、マス目を作りましたっていうことなんですけれども、助言というのは、まあ、多くの場合、どこに関して行われるものでしょうっていうことをね、ちょっと考えてみてほしいんですけど、どこでしょうね。まあ、多くの場合は、ここなんだろうなっていうふうに思います。盲点の窓ですね。本人は気づいてない。でも、助言をしてくれる人にとっては気づいているわけですよね。だからこそ助言ができるわけなんです。で、この他人は気づいているんだけれども、本人は気づいていない。で、ここを自覚できることによって、本人も気づいているっていう方にこうシフトしていくことができるわけじゃないですか。なので、盲点の窓が解放の窓っていうふうにこう、行くことができるっていうことですよね。そしてこの盲点の窓に関する助言っていうのをね、受け入れて、吸収していく。そうすると、自分自身は成長できるし、で、成長することによって、成果を上げられることができるようになる。そして成果を上げることによって、自信がついていく。そしてその自信がさらなる成長のこうエネルギーになるし、成長するからこそさらに成果が上げられるっていう、こうぐる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 サイクルが回っていくっていうことになるんですね。なので、成長していくため、成果をより出せるようになるためには、実は助言を受け入れて吸収して、そこから学んでいくっていうのは、とってもとても大切なことだなっていうことを、まあ、考えてみてはいかがでしょうかっていう、この一つの提案ですね。これが一つ目のお話です。で、二つ目のお話はこれです。捉え方を変えるっていうことですね。まあ、どういうことかなっていうのをいくつか例を挙げてみたいと思うんですけど、これ、助言者は成長を願っているんだ。こういう捉え方をしてみましょうっていうことです。ああ、なるほどね、と思う方もいらっしゃれば、もしかしたら、いやいや、あの上司がこちらの成長を願っているわけではない。わけない。そんなふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。でも、本当にゼロなんでしょうかねっていうことなんです。やっぱり助言をしてくれる、まあ、割合的に言えばね、いろんな割合が時と場合によってあるのかもしれません。でも、成長をおよそ一切願っていない。そんな人にそもそも助言をしようと思うでしょうかっていうことなんですよね。別の動画でも言ってますけど、助言をするっていうのは、する側も、結構なエネルギーが実は必要だったりするわけですよね。そのエネルギーを費やして助言してくれるっていうことは、やっぱりそこに多少なりとも肯定的な意図であったり、こういうね、成長を願うっていうような気持ちがゼロではないんじゃないかなっていうふうに思いますし、ぜひあなたにもそんなふうな捉え方をしてみてほしいなっていうことが一つ目のこの話ですね。そして、まあ、これ割と分かりやすいと思います。自分の課題っていうのは成長の余地なんだってね、伸びしろなんだっていうことですよね。自分にこんな課題がある。それはダメだじゃなくって、だから自分はダメなんだじゃなくって、あ、ここにこれだけ伸びしろがあるじゃないか。成長の余地があるじゃないか。まあそんな風に考えてみる。そうするとやっぱり成長意欲っていうものにつながっていくのかなというふうに思います。そして、これですね。そもそも完璧な人はいない。なので、
誰だってうまくいかない時はあるわけです。ああ、今回自分もうまくいかなかったな。でもそれは自分だけが何か突出して敵が悪い、そういうことではなくて、誰だって完璧な人はいないんだから、誰でもこういう失敗したり間違ったりすることはあるわけですよね。なのでそういう課題があること自体が問題なのではなくて、課題をちゃんと直視せずに放置したまんま改善をしない、そっちが問題だっていう、なんかそんな風に捉え方を変えてもらえればと思うんですよね。なんかこんな捉え方を変えるっていうことでも成長意欲っていうものを高めていくことにつなげられるんじゃないかなと思いまして、今回ご紹介させていただきました。ということで今回は助言を得る心構えと題しまして、この2つですね、助言を得ることはストレスなのか、助言と成長、この2つについてお話をさせていただきました。ご参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。